メジロマックイーンは、日本の競争馬、シュボバ、中央競馬で、菊花賞、宝塚記念、天皇賞などに優勝。1991年春の天皇賞では、祖父メジロアサマ、東メジロ T ターンに続く不死三代天皇賞制覇を成し遂げた。同年秋の天皇賞で、日本における GI 競争史上初の1位公着も記録している。 獲得賞金10億1465万7700円は当時の世界最高記録。獲得賞金額が10億円を突破した最初の馬である。1991年度 JRA 賞最優秀5歳以上5馬。1994年検証馬に選出。名前の由来は場所の冠名、目白とアメリカの俳優スティーブ・マック・イーンの組み合わせである。愛称は マック、半兄に1986年の喫下賞、1987年の有馬記念を制したメジロデュレンがいる。バレエは2000年以前に使用された旧表記で統一する。1987年、北海道浦河町の吉田県牧場で生まれる。母、メジロオーロラは、メジロ牧場からの予託場であり、離乳後の9月に、道場に移動し、順地、育成が行われた。 幼い頃は、病弱な馬であり、高熱を出したり怪我をすることも、たびたびだった。この年のメジポーク城の同期馬は特に、メジロ87年組と呼ばれ、後に、宝塚記念を制するメジロライアン、宝塚記念と、有馬記念を制するメジロバーマーなどがいる法年であり、その中で、本場は2番目ないし3番目の評価であった。競争年齢の3歳に達し、 立東トレーニングセンターの池江康郎級舎に入る、500kg を遥かに超える大型馬であり、調教を積んでも、なかなか体重が絞れず、さらに骨膜炎も発症したため、デビューは4歳の2月と遅れた。4歳時、編集1990年2月、阪神の新馬戦でデビューし、初勝利を挙げる。2着には1馬身強の差だったが、3着以下には10馬身以上の大差をつけた。 理系が東京優秀を視野に入れたというほどの楽勝だったが、その後は骨膜炎が感知しなかったこともあり、参戦続けて赤敗を続ける。これを受けじに言は、秋の菊花賞に目標を切り替え、マックイーンは休養に出された。9月に復帰して、初戦を2着とした後、2週間後の期古内と区別で2勝目を挙げると、翌週も連投で大沼ステークスに出走し、 連勝する。この後は、菊花賞に向け、2位メジロデュレンと同じく、嵐山ステークスに出走した。しかし先行して、レースを進めながら、直線で進路を失う不利もあって日着に敗れる。これにより、賞金不足で、菊花賞への出走が危ぶまれたが、回避場が出たことで出走にこぎつけた。前走の敗戦は、安城内田光一のミスとされ、本番に向けて、 誰を起乗させるかが焦点となったが、メジロの総帥、北の宮の取り計らいにより、引き続き内伝での臨戦となった。重傷初出走の条件場であったが、長距離向きと見られる決闘的な特徴と、前走の追い切りで、当日一番人気のメジロライアンに先着するなど、調子の良さが考慮され、四番人気に支持される。レースでは終始先行すると、 最終コーナーでスパートをかけてゴールまで押し切り、2着、ホワイトストーンに一馬身1、4差をつけ優勝した。一番人気のライアンは3着となり、フジテレビ系列放送で実況アナウンスを務めた杉本清は、目白でも、マックイーンの方だ。という言葉を残した、重馬場での競争ながら、優勝タイム3分6秒には、菊花賞史上3位の総破タイムだった。この後は、 有馬記念はライアンに取らせたいという場所の意向もあり、年末の有馬記念を回避、休養に入った5歳児、編集休養明け初戦は、阪神大象天から始動、ここから内田光一に代わり、安城に竹豊を迎えた。レースも危なげなく勝利し、かねて目標としていた天皇賞に向かう、メジロライアン、ホワイトストーンとの三強の争いという全評判であったが、 当日は、単勝1.7倍の圧倒的一番人気に、支持された。レースでは、菊花賞と同様に先行、直線で抜け出して、二着のミスターアダムスに庭真反差を、つけて優勝。1984年に死去した目白グループ前、総帥、北野と与吉の宿願であった、不死三大天皇賞制覇を達成し、口取り撮影では、部が馬上でと与吉の写真を掲げた。 続く宝塚記念も、単勝1.4倍の一番人気に支持されたが、直線で先に抜け出したメジロライアンを捉えきれず、二着に、敗れた。休養を経ての秋初戦は、京都大将天に、出走、二着に三馬身半の差をつけ勝利する。しかし、玉もクロス以来の天皇賞春秋連覇を目指した。天皇賞では、プレクラス2位に六馬審差をつけて一位入選するも、 スタート直後に内側に車高、プレジデントシチーの進路を妨害したことで、18着に降着となる。GI 競争での1位入選馬の降着処分は、日本競馬史上初めてのことであったほか、この年から発売された馬番伝承式が最初に行われた G1 レースであったこともあり、一般市でもレースや竹豊の騎場が大きく取り上げられた。その後は、ジャパンカップで、 ゴールデンフェザントの4着に敗れ、年末の有馬記念では、先行仕切りを図るも、15頭中14番人気の大優作に、ゴール前で差し切られ、2着に終わった。秋はやや制裁を欠いたものの、通年の安定した走りが評価され、翌1月には、当年の最優秀5歳以上ボバに選出された、六歳児、編集百九十二年は前年と同じく、阪神大象展から、 指導、同競争連覇を達成し、天皇賞に向かう。このレースは、前年のクラシックに看馬で、デビュー以来な連勝を続ける東海帝王との正規の対決が大きな話題となった。このレースは安状に、竹豊が起乗しているレースで、唯一の2番人気である。レースでは、先行作から抜け出して、東海帝王を5着に退け、 史上初の春の天皇賞連覇を達成した。また、安城の武豊は1989年の稲荷湾から天皇賞4連覇となった。しかし、自走予定の宝塚記念に向けた、調教中に骨折が判明し、長期休養を余儀なくされる。7歳時編集1993年、復帰戦の大阪杯をコースレコードで優勝し、天皇賞3連覇に挑んだ。 しかし、前年、美ホのブルボンのクラシック3冠をッカ賞で阻んだ、ライスシャワーに徹底マークされ、直線半ばでかわされて2着に敗れた。次走の宝塚記念では、勝利を収め、GI 競争の連続年度勝利記録となる4年、連続 GI 制覇を達成した、秋初戦の京都大賞典では、2分22秒7という当時のコースレコードで、レガシーワールドに3馬新半差をつけ優勝。 この結果、獲得賞金が史上初の10億円突破となった。しかし、天皇賞4日前に、左前脚部つなぎ人体炎を発症。そのまま引退、守護場入りが発表され、約1ヶ月後の11月21日、京都競馬場で引退式が行われた。競争場引退後は、一株1200万円、総額7億2000万円の新事系統が組まれ、 ヤシロダイスタリオンステーション早北で種ボバとして繋ぎをされたノーザンダンサーやロイヤルチャージャーなど当時の主流ケジ脈を持っていないこと系決闘という点で配合選択肢の幅広さが注目され初年度にはシスター当初同世代の雪のサンライズ宝塚記念でマックインの2着となったこともあるイクノディクタスなどを含む100頭近くへの種付けが行われた 中でも、イクノリクタスとの後輩は、同馬マが、貧馬の賞金王であったことに加え、マック・イーンが、競争馬時代に思いを寄せていたという、関係者からのエピソードが紹介されていたこともあり、特に注目された。先に初年度3区がデビューしたメジロライアンが、GI 優勝馬を二頭出し、マック・イーンにも、同様の期待が寄せられた。しかし、初年度3区にクイーンカップ優勝。 エリザベス女王杯三着などの成績を残した A 大クイーンを出したものの以降は散発的に重傷勝リバを出すに止まり当初の期待度ほどの成績は収めていない2012年10月に北斗スルタンが予後不良となり登録を抹消されたことで JRA に登録しているメジロマックイーン3区はいなくなった2018年現在不兄の孫としては 銀座グリーングラスの子であるクイーソネラ、ミナノキングがいる。母の父としては中央競馬の GI 競争を参照したドリームジャーニーと2011年の中央競馬クラシック3冠馬オルフェーブルの全兄弟や2012年のクラシック2冠馬のゴールドシップなどステイゴールドとの配合に顕著な実績を残している。 サンクの活躍により2011年にはリーディングブルードメアサイアーとして5位に入っている。また、2012年もオルフェーブル、ゴールドシップなどの活躍により、リーディングブルードメアサイアー6位となり、2013年も9位となった。2004年にヤシロダイスタリオンステーションを岐阜市に移動した後、2006年4月3日に、道場で心不全のため死亡。くしくもこの日は、生まれた日と同日であった。 北海道東野湖町の目白牧場に墓が建てられている。2016年時点で目白マックイーン3区で種子馬登録されたことがあるのはグランアクトゥールと銀座グリーングラスのみ。前者はつなぎ用先が乗馬クラブということもあり、決闘登録された3区は2頭のみでいずれも競争馬としてはデビューせず、すでに主母馬を引退。後者は2007年に中央競馬でデビューし、 2008年の地方、競馬店馬屋後、メジロマックイーン3区最後の現役競争馬として2014年まで出走し、109戦3勝を記録。2015年に種母馬入利を果たした。2016年には上述の2頭の3区が、決闘登録され、わずかながら、メジロ3代の系譜をつなぐ。また、同馬は2018年時点で、種母が登録されている。 日本唯一のヘロド系主母バでもある。無人像とも言われた豊富なスタミナから、ハイベースの長距離戦でも、先行しきりというレーススタイルで、一般的に、ステイヤーと認識されており、史上最強のステイヤーとも評される。しかし5歳以降に手綱を取った、竹豊は、短距離でも、十分に強く、ただ距離が持つだけ、マイルの GI レースでも勝負になった、マイルでも走ったと思うよ。 安田記念に使ったらって言ったぐらいだからと発言している。また、一般に見られる例とは逆に、カレーと共にレースでの落ち着きを失っていったといい。1993年春の天皇賞前には、今のマックイーンに3200メートルは長すぎますとも語っていた。長所、短所、編集、竹豊は初めて本場にまたがった際。 1200メートルの実践的な調教で、息一つ乱れていない様子を目の当たりにし、心配機能に優れた馬との第一印象を持っている。操縦の面でも、どんなレースでも、安定の意思通りに動かせる馬で、本当に乗りやすかったと語り、総じて、とにかく欠点が少ない。欠点が少ないということは、負ける要素が少ないということと評している。競争成績全体を見ても、 掲示板を外したのは5歳児の秋の天皇賞のみだが、1位、入選しながらの公着によるものであり、実質的には掲示板を外したことは1回もない。また、管理調教師の意見は、精神的にタフで無駄な神経を使わない。2000メートル以上がいい馬で先行もできるし、騎手にしたら身に乗りやすいタイプと評している。一方、関係外部からは、 瞬発力の不足が指摘されており、特に九百九十一年のジャパンカップ、有馬記念において、レース後半の瞬発力勝負で敗れたことは、欠点の露呈に他ならないとして、この年のフリーハンデ評価にも影響を与えた、成長力、編集九百九十一年春の天皇賞を勝った時点では、部はその能力について、平成三強と呼ばれた、オグリキャップ、スーパークリーク、 稲荷湾と比較する段階ではないと語っていた。その後、7歳の大阪杯で初めて三強のような凄みが出てきたと評し、結果的にラストランとなった京都大賞店の後には、今更僕が、どうの、こうの言うレベルじゃない。本当に凄い馬ですよと絶賛した。当時、7歳は一般に衰えが見られる年齢とされており、その成長曲線の特殊性が指摘されている。 関係者の証言からは、旧車内で見せた周囲に甘える姿と、競馬場で見せた堂々とした姿とのギャップが示されている。他方、前述の通り競争生活の晩年には落ち着きを失い始め、レースや調教も嫌がるようになっていった。また、引退が決定してから、引退式までの間に、急速に吹け込んだ様子を見せたという。これについて部は、あの馬のことだから、周囲の雰囲気から、 自分の競争生活が終わったことを分かっていたんでしょうねと語っている。ギャンブルの対象という側面では、全21戦中で単勝2番人気以下に落ちたのは3戦のみ。2度、出走した京都対象店ではいずれも71.8%という単勝支持を受けるなど、常に大きな信頼を置かれていた。戦の平均ではの単勝支持を受けており、これは、 同年代で屈指のアイドルホースであった東海帝王の36.87%を大きく上回る部はクリークにしてもオグリにしてもこの馬ほど勝って当たり前とは思われていなかったでしょうと述べている一方キャラクターという側面では同期馬のメジロライアンが赤杯続きで方眼ガン悲的な人気を博していたのに対しマックイーンは強いばかりで 面白みがないとも評され、強さの割に人気がないと見られていた。しかしファンが少なかったわけではなく、6歳児に骨折した際には、回復を祈るファンからの、何万という折り鶴が、厩舎に送られ、涙ながらに、応援の電話をかけてくる、女性ファンも存在したことを意見が明かしている。また、玉モクロス、小栗キャップと続いた足毛の最強馬、さらに祖父メジロア様、 透明ジロ T ターンより続く、足毛の系統という事実から、足毛伝説第3章というフレーズと共に応援するファンも存在した。種ーバ入り後の1994年には、前年秋に創刊したばかりの、週刊ギャロップのテレビ CM にメインキャラクターとして起用されている。2011年には、JRA のテレビ CM、20th Century Boy の天皇賞に1991年の、 映像で起用されている。投票での評価。編集日本中央競馬会が2000年に実施したファン投票による名馬選定企画。20世紀の名馬大投票では13,419票を集め、第12位に選出されている。また、雑誌、スポーツグラフィックナンバーが1999年に競馬関係者に対して言った。 ホース面が選ぶ20世紀最強馬という企画でも12位に選ばれている。ヤシロ大スタリオンステーション早北に繋ぎをされていた時期、非常に気象が激しいことで知られたサンデーサイレンスと仲が良かったと伝えられている。早北では、両馬の放牧地は隣同士に失礼られており、当初マックイーンは同馬から仕切りに威嚇を受けていた。これに対してマックイーンは、 無視を続けていたところ、サンデーも次第に、マックイーンの側では落ち着きを見せるようになり、後には恋人と言われるほどの仲となった。サンデーの死後、マックイーンは、ヤシロ大スタリオンステーションをギフ市に移されたが、こちらでは、サンデーサイレンス3区のロサードに慕われていた。なお、当時のヤシロ大スタリオンステーションでは、ファンサービスの一環で、内国産種護場は、見学可能であったが、 サンデー・サイレンスの隣の放牧地だった時期は、見学不可であった。祖父メジロ・ア様は、名品ラトロワンヌの子孫だが、受精率が極端に低く、一時は、種ボバ失格の楽園を押された馬だった。また、父メジロ・ティターンも、受精率に問題があり、最も産区が多かった年でも40頭強しか、産区を送り出していない。曽祖,祖父のパーサロンは本来マイルから中距離を得意と、 する決闘であり、父方の決闘は、本質的にはステイヤーではなく、メジロマックイーンのスタミナは、長距離に強さを見せたリマンド、ヒンドスタンなどを不祖に持つ母方から受け継いだとする意見がある。祖母メジロアイリスの孫に、スポーツ日本賞金杯、京都記念の優勝馬で、天皇賞と宝塚記念で2着の成績がある。メジロトーマスと、箱館記念優勝のメジロマーシャスがいる。 メス系は1906年に小岩井農場がイギリスより輸入した品馬の一頭アストニシメント大にアストニシメントオーグメントの流れを組み特にヒーババの浅間ゆりから一大メス系が広がっているその子孫には高松のみや記念優勝馬湘南カン川崎記念優勝馬のリージェントブラフなど数々の重賞優勝馬がいるメジロマックイーンは五代までアウトブリードであるが母 メジノオーロラは2000ギニー優勝馬、テトラテマテトラテマの S5M5、フツオークス優勝馬ウガンダの S5M5 がインブリードされている。ありがとうございます。